皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の福沢です。フォーサイト専任講師の井原氏です。はい。今回はですね、行政書士への道2019年の最終回、ね、最後の回ということで、井原先生がよくある質問を持ってきてくれたということですね。はい。はい。久々のですね、よくある質問なんですが、今回はですね、初学者の方からいただくことの多い質問を持ってまいりました。はい。はい。で、二つありまして、はい、講師のお二人はどんな学習法を取り入れていましたか。 それから、モチベーション維持の良い方法はありますかということで、二ついただきます。はい。まずは、どんな学習法を取り入れていたかということですかね。はい、そうですね。私からでも大丈夫ですか大丈夫です。はい。どうぞ。まあ、学習法ということで言うと、まあ、意識してやってたのは、やっぱり同じ教材を繰り返すというのをね、はい、私は意識してやってました。はい。テキストとかでも、 ここに書いてあったとか、下の方に書いてあったとか、あの辺に書いてあったってこう、はい、記憶で残りますよね。はい、でもあれが違うテキストを何冊も見てると、どれだったかなとかどこだったかなっていう風になって<ー>、なかなか探せなかったりとかするんですよね。はい、記憶の定着に悪い気がするので、はいあまあ、私はなるべく同じ教材を まあ決めてですね。で、それで、例えば、ちょっとそこの教材の記述が分かりにくいとか、例えば他の、なんかね、説明がないかな、とかっていうことだと、まあそこに付箋を貼って、とか横っちょの空白のところに、まあ自分で、こう過去問で得た知識とかは、そこに書き足すと。いうようなことで、なるべくね、一つの教材っていうのを決めて、まあ繰り返す。はい。これをやってましたね。なるほど。いか先生。そうですね。僕も全く同じでして。いやもう、違う、違う。紹介しないと。ああ、そうです。でもまあ、 ちょっと、ちょっと付け加えさせていただきます。いや、あの、例えばですね、10冊のものを1回ずつ勉強するのと、1冊のものを10回やるのと、どっちがいいかって、結果明らかですよね。そうですね。多分そういうことですよね。うん、そういうことですね。間違いなくそっちの学習効果高いし、あともう本当にもう僕も、例えば、憲法の本とか、なんかもう覚えてしまうぐらい何十回も読んだりした記憶がありますね。そうですね。ま、あの、究極やっぱり、 どれだけ正確に覚えているかっていうのがね、試験では問われますので、うんはい、そういう意味ではね、人間の記憶のメカニズム的には、同じものをやっぱり何回も繰り返した方がいいかなと。そうですね、うすねもう本当に繰り返しが大事だと僕も思います。はい、で、あの、まあ、次に逆に繋がるのかなと思うんですけど、はい、ま、そういう意味ではね、あの、同じことをずっと繰り返して、こう、しっかり勉強していくっていうのは、うん、あの、言うのは簡単なんですけど、まあ、モチベーションの維持。うんはい、ここはやっぱなかなか難しいかなと思うんですよね。確かに。そうです、ねまあ、なんか、 いい方法ありましたなんか戦略立案の書いてあるんですけど、なんか自分にご褒美をあげるみたいな。あ、なるほどね。ここまで勉強したら何かこう、ビールを飲むとか。まあ僕、ビールあんま飲まないんですけど、甘党なんで、まあケーキを食べていいとか。なるほどね。まあ女の子だったら特にそうだと思うご褒美系を設定するという。そうですね。いうことですかね。いいと思いますね。私はですね、モチベーション維持ということで言うと、簡単に言うと、まあ正確なのかもしれないですけども、ダメだった時のこと考えるんですね。はい。そうすると、 今頑張ってるじゃないですか。はい、で、まあ、例えば、ある程度、本買ったりとか、時間使ったりとか、うんうん、まあ、それに、投資っていうんですかあ<ー>まあ、いろいろかけてるじゃないですか。はいえー、時間もお金もかけてるわけですよ。ダメ、はい、だ,だと、これが全部パーになると思うと、はい、なんかその、恐怖感というか、<ー>そういうもので、いや、まあ、しっかり今やろうっていう、ね。今はね、頑張れば、あと、半年、一年頑張れば、報われるのに、<ー>でも今頑張らないと、全部、 ね、開けてみたら試験の次の日にもうパーになってしまう。あ、もうじゃあもう頑張ろうみたいな感じで、まあ私はどっちかっていうと、毎朝方向の毎朝方向で、まああの、維持をしてたという感じでしたね。そうですね。でも僕も、これ行政書士試験じゃなくて、大学受験の時なんですけど、もう本当に睡眠時間削って勉強してたんですけど、もう受験終わったらもう思いっきり眠ってやろうと思って。今寝れないけど、もう終わったら思いっきり寝てやろうと思って頑張ってましたね。 まあそういうね、やっぱりこう、今は特殊な状況なんだということで、あでね、まあ自分に言い聞かせてね、はい、しっかりと頑張っていくということで、うん、まあ途中途中でね、はい、あの、スモールステップって話がね、よくあると思うんですけども、まあ大きな目標のためにはですね、小さな目標を立てて、まあ一個ずつクリアしていくと。はい、で、その時の一個クリアしたところで、まあなんかね、例えばケーキ食べるとか、うんはい、まあちょっとあの、睡眠取るとかね、<laughs> はい、そういうご褒美をもらって、まあやっていくっていうのも手なのかなという、うん、感じはしますね。はい、今回のこの、 受講生からの質問ということで、学習法、それから、モチベーション維持ということでね、お話をしました。いろいろね、お話をしてきましたけれども、行政書士への道、今年もですね、1年間皆さんとね、一緒にこうやって、まあ、お届けすることができてですね、非常に我々もね、ライブやったりとかして、楽しかったかなと、はい、そういうふうに思っています、ね。いい経験をさせていただきました。はい。来年もですね、皆さんのお役に立てる映像をですね、お届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではで、ね。それでは。<laughs> 揃っていきますかそです、はいす <laughs>、はい。それでは、よい、お年を。さよなら。さよなら。また来年。